ゆこです。ひめかです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。今日の企画は韓国コスメ紹介です。イエーイ。ゆこちゃんの好きな VT コスメティックさんからおプレゼントをいただきました。 BT21 とコラボしたコスメです。すっごい新しいこの回答。めちゃめちゃ新しい。こちらたち、まあ、ここにいっぱいあるんですけど、 VT コスメティックさんからプレゼントしていただいた BT21 とコラボしたコスメです。ありがとうございます。ありがとうございます。エコちゃんが大好きだそうですよ。私たちも使ってみたので紹介します。せーの、どうぞ。まずお口にお色がないので見てきます。リップから紹介します。私はこのリップを使います。エコちゃんが一番好きなキャラクターはチミです。私が使うのはクッキー。クッキーがクッキーのウサギです。この眉毛がねちょっとカットしたのかなってカットした。眉毛多分片っぽだけカットしちゃったのかなってです。じゃあロスです。いきます。オレンジ系の発色ですね。かわいい。オレンジ系の発色で伝わるかな。めっちゃ笑った。じゃあ、はい、やっていきます。鏡がない。ありがとうございます。 あとさっき言い忘れたんですけど、私この両方ね、使ってみますね。私たち、リップ塗ってないから血色が悪い。よろしくない。じゃあ美容系 YouTuber になりましょうということで、ゆこちゃんめっちゃ紫紫、なんか目は紫なんですよ。アイシャドウがね、アイラインもそう。じゃあリップ、リップを塗っていきます。頑張れ。頑張ります。色はこんな感じでオレンジ系です。手に塗るとこんな感じで、ちょっと赤も入ってるオレンジ系ですね。プルプルの感じ。ほんとなんかあれかと思った。結構濃い系の色かと思った。じゃあ塗ってきます。お上手ですね。ヒントじゃないよねこれ。全く読めない韓国語。じゃあ見ないとくね。できました。できました。お、じゃあ早速お色味を。お色味はオレンジ赤みたいな、ちょっとなんかティントっぽい発色。いいですね。なんか内側からじわみたいな柑橘系の味がします。味？匂いがします。あれみたい、果物、ピーチ。果物のオレンジとピーチが合わさった。じゃあ私のこちら、美容系 YouTuber、 こちらチミから塗ってきます。こちらはグロスではなくてですね、口紅みたい。そうそうそう、新品の何も口の型がついてない。これをね塗っていきます。先に美容系 YouTuber、 ズルルテークレヨン。あ、石原さとみさんみたい、この色。なんていうこと、なんていうんだろう、ピンクオレンジ、なんていうんだろう、唇がブルンってね。そうそう、え、めっちゃこれ可愛くない、この色。若々しいよ。若いじゃないですか。なんで君に敬語。あ、見えた。ありがとう、エコちゃん。口じゃない。どういうこと、口じゃない。
めっちゃ皮剥けてるわ。めっちゃ唇潤ってるね。はい、このねシミの口紅だけだとこういう状態です。でそこに重ね塗りでですね、このクッキちゃんこの眉毛のウサギちゃんのグロスを重ね塗りしてきます。大人っぽ、これはちょっと大人っぽい、こんな感じの名前が深い赤、そうシンクボルド、ボルドじゃない、まあそんな感じの、そう深い赤です。やば、めっちゃ発色チルチル、ちょこれだけでちょっと見せるめっちゃ発色する。なんだい塗り方が面白いそうよし、こんな感じです。かわいい、ほんとなんかオレンジっぽいんですけど、ちょっと光の髪の毛オレンジっぽいんですけど、比べてみよう。こっちがちょっとピンクっぽいオレンジ、こっちはもう完全オレンジって感じです。そんな感じです。結構ね、あのオレちゃんメイクとかした時、オレンジのアイシャドウとかオレンジのリップとか使うとね、いいと思いますよ。垢抜け感、そうそう。続いてこちらです。アイシャドウを紹介します。はい、きます。こちらはね、2つともね色が違うんです。じゃあオレンジとかブラウン系の色で、こっちはパープルとかブルーとか明るい系が、そうパステルっぽいね。じゃあ私からいきましょうかね。私が今日使ってるアイシャドウはですね、この2つです。わかりますか、このゴールドとブラウン、これとこのゴールドとブラウンです。で結構マットな感じ、このゴールドの方は。でもう片方がちょっとだけラメ入ってるんで、めっちゃグラデーションやりやすいです。はい、続いてこちら、エコが使ったアイシャドウを紹介します。エコはこのこの辺キラキラ系を、エコちゃんめっちゃラメ入ってる、この辺ですね。めっちゃラメ、パープル系のラメを入れて、結構このパープル多めな、今日の服にめっちゃ合ってるメイクなってます。涼しげ、涼しい、涼しい、涼しげ。こちらのうまこちゃんはマン、最後に G がつくんですけど、グって言わないらしいです。エコちゃんにさっき教わりました、多分ですでこちらはね、ベースベースなんですけど、もう見た目が全部とにかくめっちゃ可愛いです。早速いっていきましょう。なんか保湿にめっちゃ良さそう、化粧下地、なんかウユクリームはすぐにそこと白すぐ馴染んでくる感じ、ちょっと伸ばしたら。でこれはすごく伸びる、白すごい。こっちにリップ塗っちゃってるんですけど、まあ、色の違いがちょっとしか塗ってないんですけど、ちょっとしか塗ってなくて、コモと腕の境目が、そうそう、なんか華奢な弱い女の子可愛いって感じの手になりましたで手だけ見ると可愛いんですけど、顔が見ると元気になっちゃって、元気になっちゃった。乳液みたいなクリームでした、クリームでしたこの2つはハイライトです。これは水色、こやで、これがクッキーです。さっきからめちゃクッキーやってる、塗ってきます。はい、このピンクの方はピンクベージュっぽいハイライトです。わかりますか、ちょっと肌よりちょっとピンクっぽいかな感じに馴染みやすい、そうそう。これは白いザ・ハイライトみたいな、なんかブルーベースメイクとかにいけそう。なんかちょっとだけラメが入ってるの分かるかな、
見えるかな、まあ、とにかく塗ったら光るみたいな、光当たる。じゃあちょっと手にいきます。テスターしていきます。腕に塗るお姫かリップで。ちょっとこのピンクの方はこんな感じです。鼻が高く見える感じです。この白っぽい感じは。ハイライトはアイシャドウと違って一塗りじゃなくて往復した方がね、鼻高く綺麗に見えます。エコはここです。ここに塗りました。サラサラ系のハイライトです。あんまベタベタしないし、雪っぽいの、ね、すごい光が集まる色してるので鼻高く見せる。塗ってみます。なじませます。おお。おお。エコちゃんの色はめっちゃ馴染む感じ。薄付き。光は集まる。こんな感じです。こうやって傾いた時とかに一瞬ピカってなって。キラキラ女子目立つから鼻高く見えます。真ん中だけに入れると細く見える効果もありますよ。最後にこのクッションファンデを紹介します。こちらのアルパカちゃんは RJ です。こちらは大好きなチュミです。このねパフがめっちゃ可愛いんですよ。ムニムニしてる。そう、パフめっちゃ可愛いよねこれ。でも中身は一緒です。色とかも見た目が違いますよということです。いや本当に嬉しい。韓国コスメがねやってみたかったんだよ。憧れです。どうでしたか？VT コスメさんは天然成分を使っているので肌にいいものが多いなって思います。もう肌荒れとかしなさそうだね。皆さんもぜひチェックしてください。終わるのが悲しい。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。